あーもうやめてよ、食べないで。おかえり。おかえりじゃん。ただいまよ。ちょっと見んなよ。あーおかえり。あやば。おかえり。ただいま。もうだいぶ経ったけどね、帰ってきて。なんか、知らないやつ出てたけど。知ってるやつだろ。知ってるやつだろ。俺はね、俺は知ってるけどさ、見てるみんなからしたらさ、知らないやつね。あ、なるほどね。そう、うん。楽しそうで何よりでした。あ、どうも。うん。ちょっとハグとかしとく。とりあえず。え、ただいま。はい。うちまいっちゃん、声おかしくない？だいぶ戻ったけどさ。何があったんですか？実家に帰って、戻ってきたら、体調不良というか、喉風邪をひいてしまってね、ちょっと声が変わったのと、咳が止まらない。いつもじゃん。なんか去年もやったよね、俺ね。気管支炎とかなってもんね。なんなの、その、どうして？か弱いアピール。いや、誰も得しないんですけど。誰も得しないよ。ならないなら、ならない方がいいよ、そんなもん。何がどうなって、なんでそうなってんの？なんかちょっと、うつされた説はあるけどね。え、なに、そんな人いた？いた、いた。いたの？職場に。地元じゃないよ、職場でね。でも、去年うつされてるよね。そうだったっけ？同じやつ？違うと思う。まあ、いいけど。これ美味しいよね。うまい。セブンイレブンのさ、せんべいのアソートみたいなやつ。やっぱなんか食べたいね。何食べたい？なんか食べたいよ。今日の晩ご飯は、博多ラーメン。おぉ。今は今。今は、いや。いや、一生食べてないと俺無理。いや、食べないよ。なんもないもん。で、ウーバーかなんか頼めばいい。あー。確かに、そのためのね。確かに、確かに。そうだよ。まぁ、今回ね、なんで実家に帰ったかっていうと、友達の結婚式にね、出席するために帰ったんだけど、その引き出物でさ、何？引き出物。はい、はい。そんな怒んなくないか。怖っ。最近ほら、なんか、自分で選べるじゃん、引き出物って。カタログでね。そうそう、カタログで。それでもらった博多ラーメン。嬉しい。今日の晩ご飯で食べようと。嬉しい、嬉しい。ね。もう、言ったけどさ、翔ちゃんに。披露宴にね、うん、参加したらね、そこで働いているスタッフの女性の方が近寄ってきて。言い方。近寄ってきて。なんか、で。少量チャンネルのりょうさんですよねって言われて。すごい。すごくない？なんかさ、ね、たまにいるんだろうね。たまにね、やっぱ声かけられるよね。なんか、旅行行ったりすると、うん、なんかわかんないけど、なんで知ってんのみたいな。ね。見てくれてるんだなぁと思って。すごいよね。前ね、沖縄に行った時もさ、声かけてくれた男の子いたしね。嬉しい。すごい。声かけてくれるのも嬉しい。うん。全部見てますって言ってくれた。全部見てますって。じゃあそこまで言ってくれたかどうかちょっと曖昧だけど、で、いつも見てますみたいな感じで言ってくれた。もしかしたらこれも見てくれてるかもしれない。ありがとうございました。声かけていただいて。本当に。いや、嬉しい、嬉しい。ちょっと友達に自慢したの。ほら、友達のさ、結婚してからさ、すんごい十何年ぶりに会ったのよ、みんな。うん。もう全然変わってなくてさ、みんなさ、すっごい昔のまんまだなと思って。めっちゃよかった。やっぱ結婚式いいね。まあね。感動する。何回も泣きそうになったもん。確かに確かに。髪切らないの？あ？髪。切る人がいないんだもんよ。で、この言ってたじゃん、この間さ。うん。いつもお願いしてる人が、うん。今、病欠なんでしょ？病欠らしいです。うん。そうそう、病欠らしいでした。やめたわけじゃなかったんですよ。だから、まあ、それはそれでよかったけどさ。まあ、そうだね。そうなんですよ。うん、で、どうすんの？髪の毛。わからん。伸ばすの？ね、もうやめて決めないで。考えてないんですけど、そんな。伸ばすか切るかじゃん。伸ばすか切るか。うん。どっちかじゃん。
新しいところに、まあ、とりあえずその戻ってくるまで。ハードル高い。新しいところなんて。え、だから。浮気できないもんね。うん、まあね。本当に、自分のことを知ってる上で、うん、この髪型を知ってくださいなんて言ってさ。うん。本当その通りにしていただけたら嬉しいです、ね。ああ。そういう風にしてくれないところあるよね。多分、でき、難しいんだろうね。要望がもう無謀なんじゃない？無謀？うん。いや、この人の髪質と、髪の毛の量と長さと、頭の形からこれにはできないなっていう、向こうは思ってても、できませんとはちょっと言いづらいから。言ってほしいね。言ってほしくない？本当？だってできないんだもん。え、でも俺のその美容師さんは言ってくれるよ、この。あ、本当？で、ちょっと伸ばした方がいいから、今はできないから、っていう風に言ってくれるけど。似合わないからとかいうような。いや、わかんないけど。似合わないから。まあそうだね。でも似合わない髪型を提示したことないからわかんないけど。あ、ほんと。なんでそれは何でも似合うよってこと？もう何も何でも似合うんじゃない？どう思う、もちまるちゃん。じゃあもうその担当してくれてる人がさ、復活するの待つしかないからさ、ちょっとそれまで伸ばしてみなよ。やだよ。え、じゃあどうすんの？わかんない。自分で切るか。いや、無理無理無理。俺が来てあげようか。やだやだやだ。ショコちゃんのロン毛見たことないからさ。いいって、その話。もう伸ばさないで、それ以上。いいじゃん。髪だけに伸ばさないで。ああつまんな。でも、つまんないけど、うん、こういうのを笑い合える友達の方が好きよ。そうでしょ。あの、林家、ペー、アーみたいな感じでしょ。絶対その方が人生楽しいじゃん。うん、そうよ。ちゃんと俺がやってあげるから。で、伸ばすもん。わからない。ちょっとコメントに書いてもらおう。いないの、いないの。翔太の、いないの、いないの。ロン毛を見たい。やだ。見たくない。見たくないわ、ひどいよね、見たくないとか。何食べようとしてんの？なんか食べたい。ネギあるよ、ネギ。やっぱさ、なんか食べるもんないとさ、うん、盛り上がんないね。それいつ治んの？明日。絶対治んないじゃん。てか病院行ってくれないかな。病院行った方がいいかな。いや、なんか、いや、薬飲んでんだけどさ、でも。漢方。だって前回多分同じ症状で、それで治ったから、それで治ったのか、自然に治ったのか分かんないけど。で、3週間ぐらいかかるか。長引くのよ、こういうの。そう、分かる。うん、ところで同じ薬もらうこと。そう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 。なんか行ったら行ったでさ、ちょっと気持ち的に、あ、やっぱそれなんだ、その病気なんだっていうのがことすんじゃん。わかる。なんか行かないくせになんか咳ずっとしてんのやめて。もう最近もう別々寝てるもん。だってうるさいんだもん。マジで夜中切れられるから。え、違う。おい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 。やめてよ。違うよ。さすってるし。切れられる。さするってなんやねん。病院行ってよ。うるせえな。なんか病院行かないくせにさ、大変な病気みたいな、ブルのやめてほしいんだけど。いや、別にブってないよ。だって俺元気だもん。ただ咳が出て声が、ちょっと、ハスキーになってるだけ。何言ってんの？うん。ハスキーボイス好きでしょ、ね、うん。いや、俺、透き通ってる声の方が好き。あと、あー、あー、まあ、まあ、うん。やめとこう。まあ、わー、なんか食いたい。食べなさいよ、後で。ないもん、家に。え、だって、今日の夜ラーメンだから、ラーメン後で作ればいい。作る？ 4 時だけど。晩ご飯。4時です。早い？は？何よ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 ？取り方忘れた人なの？何もめんどくさい。取り方も何もねえだろ、うちらの場合さ。それでいいのかっていうところもあるけど。わからん。それはちょっとまあ甘えもあるんですけど。うん。なんか、何が？俺のこといじめるの好きよ。何言ってんだよ。ふざけんなよ。は？ふざけんなよ。ふざけてないよ。本当だよ。貧乏ゆすりしちゃう。ああ、よくないよ。貧乏になっちゃうよ。昔めっちゃ怒られてたよね、貧乏ゆすりしたらさ。なんか多分俺小学生くらいの時になんか貧乏ゆすりをする癖があったんだよね。それすっごい怒られて、多分母親とかから、うん、それからしなくなった気がする。ないないない。でもやめて、うん、なんで貧乏ゆすりって言うんだろうね。金持ちゆすりってないの？
金持ちのゆすりはなんかちょっとまた別の意味になる。あ、あれか。ゆする。そう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 。お金持って。ひらひらさせるの。すごく。ね。で、どうだったの？何だよ、びっくりした。何？なんかさ、何がどうした？いつも一緒にいたじゃん。一緒にいるじゃん。うん、珍しくさ、二日間くらい会わなかったじゃん。まあね。うん。まあね。どう？三日？三日？三日か。うん。会わなかったじゃん。はい、どう？どうって。寂しかった？それさ、一人で寝れた？それよくないと思う、その質問。だってさ、寂しくないって言ったらさ、うん、なんか、ひでえやつだとか思われるしさ。え、いいじゃん、別に。さ、それ寂しいって言った方がさ、人として良かったりするの。それはもう、だからちょっと、だからやめて、それ。それは翔ちゃん次第。だから、そんな上辺だけの言葉でいいのか。それは翔ちゃん次第よ。それちょっとみんなに問いたい、それは。みんなに届くことだと思う。そりゃ上辺だけのさ、なんか、綺麗なことばっか言うことなんて、そりゃできるよ。うんうんうん。こんぐらい生きてたら。で、で、どうなの？聞かないでって。長年一緒にさ、やっぱ住んでる夫婦とかだとさ、うん、もうたまにもう いない方がさ、気も楽だし、晩ご飯も作らなくていいし。ああ。せいせいするよ。自分の時間もできるし。うん。っていうのもさ、ありじゃん。それもありじゃん。で、それって、だからさ、うん、その、難しい、もうその質問やめて。本当？なんか、良くない。本当に。だってさ、もし、まあ楽だったとか言うのもさ、うん、とか言われてさ、結局、寂しかったが多分一番の正解じゃん。そうか。でもなんかそうなると、ちょっと嘘にもなるし。でもみんなはその答えに期待をしてるんですかっていうところもあるじゃん。寂しかったっていう答えを求めてるますかっていうところもあるじゃん。多分求めてない人もたくさんいると思うよ。それだけが正解じゃないと思う、俺は。あ、こういう二人だってそういうことあるんだね。ああ、うちらと一緒みたいなさ。うん、共感みたいなさ。人も中にはいるだろうし。だからもうちょっとそこら辺はか、うん。あんま、もう、そんな、聞かないで。そうなの？うんうんうん。聞かないで。もうそんな、それはちょっと想像して、うん、翔太がどういう風に過ごしてたか、うん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 、それぞれの想像したのが正解。まあそう。なんかちょっとね、そういうの、やっぱあるよね。なんか、何？風潮的なところ？うん。そりゃ上辺だけというか、100点な答えなんてさ、うん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 。やろうと思えばできるけど、うんうん、でもそれって嘘だし、うんうん、かといって、じゃあ寂しく全然なかったとか言うとさ、うん、わさびし、なんか最低なやつとか思われるたりもするじゃない、うんうんうん、だからそういうのって難しいよなって思う。うんうんうん、だからどっちかって断定しなければいいんじゃない？だから聞いたのお前だよ。違うのよ。何か。だから、いつも一緒にいるから、まあ、たまに自分の時間もできて、すごいなんか、リフレッシュできたよ。でも、寝る直前はちょっと寂しかったかな。みたいな感じがなんか良くない？じゃあそれ。それで。じゃあそれで。じゃあそれで。いいのよ。うん、じゃあ難しい、もう本当難しい、そこら辺は。うん。何が正解なの？正解なんてない。いや、本当にそれはすごく、なんか思うよね。うん。100点な答えなんてそりゃ言えるけど、あ、なんかね、うん、表向きはね、うん、でもそんな上辺でいいのかっていう、その、うんうんうん、上辺になっちゃうよ、うん、切れ事しか言わない人になっちゃうよ、うん、そんなのを求めてます。すごい考えてんな。そうね。そんなの、なんでそんな考えてんの？え、そんな考える必要ある？無駄じゃない？無駄ではないか。いや、わからん。なんか気にしすぎなところもある気がする。なんか、そうね。うん。気にしいな。寂しかったとか言えるやつの方がモテるんだろうな、きっと。そうね。やっぱ可愛いなとは思うよね。寂しかったとか。会いたかったとか言われて。でもなんか、その、それこそ、YouTube してる人のカップルの人とかで、うんうん、なんか寂しかったっていうのは、さあ、ほんと？みたいな、なんか、あ、動画用じゃね？っていうのすごく思う。まあ動画よい。まあそれでそうなんだけどさ、うんうん、まあ本当に寂しいんだろうけどね。そうなんだ。でもなんかやっぱ誇張するじゃん。うん、確かに。
なんでさ、あのさ、ちょっと彼氏が実家に帰りますとか言うのでさ、別居しますとかさ。やるじゃん、あいつら。みんなやるよ。みんなやるよ。みんなやる。下手したらうちらもやるよね。やってないじゃん。やってないけど、下手したらやるじゃん。やるとき、やったときは、もうそっち側になったって思ってください。うん。もちまるちゃんのペット保険の見直しもね。カミカミじゃん。何よ。もちまるちゃんのペット保険の見直し。一番最初に入ってたやつがやっぱ高いねってなってた、うん。全部私払ってます。いや。何も間違ってないんですけど、何ですか？間違ってはないけどさ。いいのよ。いいの。趣味とかないので、うん、私。だからもう、自分のやつともちまるのやつはもう笑ってます。もうもちまるが趣味なんで、私は。だからいいんです。どうぞ。かわいい。この歯磨きもなんかこんな感じでやってくれるまあ。